授業を始めよう。なるほど。こうして法ができるのか。トレイン先生は信頼できる。尊敬できる偉人だ。国には規律が必要だね。インクの色を間違えた。歴史は流れで覚えること。猫の声がうるさいな。放課後は復讐だね。どうだい？勉強にコツはないよ。なぞなぞより簡単だ。予習していれば当然だよ。さあ、ページをめくろう。僕は寮長だからね。お邪魔しますよ。学園長、何か。指を動かしてはいけないよ。回答は、大きく口を開けて。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。